はい、え、それでは、ホープルステークスと、えー、東京大商店、東福商生活候補ですね、15度差行きましょう。はい、えー、今回ね、えー、もしかしたら29日の東京大商店、もし時間が間に合えば、お仕事が午前中で終わっていただけるならですね。はい、夕方何時でしたっけ ?16 時半ぐらいでしたっけ から始まります東京大商店。えー、前回の、えー、全日本2歳優勝に続いてですね、えー、2度目のライブ配信をしたいと思ってるんで、よろしくお願いします。はい。めっちゃ真面目に始めたね、もう俺。めっちゃ真面目だった、今。もう、やばいよね、放送、放送して初めてぐらい真面目なこと喋ったぞ、今。はい。ということで、それはさておいて、ホープホールステークスから自伝、て自伝調整じゃあ。自己調整行きましょう。はい。あ、はい、これで決めました。はい。 えー、13とだてですって、ちょっと闘争減った気がしますけど。はい。えー、まだ見てないんで、見てないっていうか、えーえー、リアルタイムでまたやっていきますんで、結構グッタグたぐなのでよろしくお願いします。はい、何言ってたんかな。はい、事前調査では、えー、ブレイキングドーン、ジャストアジゴロさんアジ、え、アジゴロか。が、えー、っと、上がり、 え確かに、え上がり2位の馬かな。に対して、コンマ5以上離れてる、え昔から言ってる、え新潟にャイステークスと馴じみ方をとりあえずしとけばいいってことで。うん。この2頭が、えー、かっこいいね。はい。え上がり2位の馬にコンマ5以上つけた馬たちだってことは紹介したはずです。はい。えこの舞台、中身2000メートルなんですけど、えー、サツキショと単純に比較しまして、サツキショはね、よく言います、えー、早山和と、 うん。ほんまにスピード決着。えも、ー、う、まあ、ババが、えー、高速向きになってますけど、えー、この時期は、有馬記念が終わった後ってことで、えー、あるいは冬開催ってことで、芝の手入れほとんどしてきません。えー、もう有馬記念からしかもなんか、えー、4日かな ?4 日かいつかしか経ってませんので、うん。えー、この時期いじることはあんまりありませんと。まあ、C っていうなら、傷んでるババの内側に、えー、砂が巻かれてるぐらいの程度だと思っててください。 ね、ホープールステークス、えー、2歳のこの時期でだからといってね、はいまあ、2分1秒決着が多いんですけど、2分切るとかね、極端なことありませんよね、基本ね、形成杯もそうですけど、うんまあ、馬の能力もありますけど、それまで確かに2歳の終わりならで、ね、2分1秒って、えー、当然の時計だと思うんですけど、それにしてもやっぱり、えー、タフな舞台となってます、うん。で、それを考慮した意味でも、やはり最後の直線、先行馬失速する中、やはり差し上がりが使える馬がやっぱりほとんどです。 はい。えー、もうね、めちゃくちゃ真面目な放送しますけども。はい。で、えー、それをさておいて、その人を差し置いて、あるいはアズマイアジャスタ、サートルナーリア、えー、サートルナーリア。んなんか俺の読み方よわからないけど、それたちを差し置いて、本命西のデイジーで行きます。はい。で、えー、ここね、もう事前調査で、だいたい、えー、このあたりの馬たち紹介したんで、 えっとですね。で、今回、頭数も少ないんですよ。13と建てと。で、まあ、正直ね、日のデイジー、えー、本命打って、あと、ブレイキングドーンとか、ジャスタ、えー、ええー、アえ言うてますけど、やっぱりどうしてもね、アドマンジャスター、サートルナー、サートルナーアリアか、の、えー、まあ、最強外人プラス、やっぱりこのンまあ、もちろん実績あるんで、ええー、コーの,の人気決着もありえるんですけど、うん。 えー、馬券の買い方、買い方、えー、今までヘ超ヘッティーな私が言うことでもないんですけど、超下手くさな私が言うことでもないんですけど、はい、私馬券相変わらずクソヘッティーなんで、はい、えー、今回はですね、えー、もうこの太鼓以下は後でまあ本ちゃんの解明でまあ紹介するといたしまして、はい、えー、今回せっかくね、西戸デイジーがこの絶好の一枠一番引いたんで、えー、まあ妄想馬券は知りますけど、現実馬券は西戸デイジーのね、副賞にぶっ チーしたいと思ってます。えー、またリバキみたいで五万ピョーンと無くなかもしれないんですけども、伊津木は五万伊津木はやっぱ大量投資した時負けるって話なんで、まあ一万でも復勝ポンって入れたいなと思ってます。現実バケンね。うん。はい。えー、もうね来年のねあのー、もうめちゃくちゃ脱線しますけど来年のねまたあの本ちゃんの馬券っていうか妄想馬券かもうね十万円ねよくね私手取り力バンバン適当に超えてますけどもうほんまに来年はね。 まあ、印、OK でも買い方下手くそってよく言われてるんで。も、ま、う、あ、なんかね、ほんまに、えー、今回みたいにね、もう復勝10万円ポンってきますわ、とか妄想、妄想収支といえどもね、もうそういえば剣にしようかなと思ってます。ちょっとやっぱね、収支が伴わないと。うん、まあ、いつも面白いこと言ってそれで十分ですって言ってる人おるんですけど、やっぱある程度ね、伴いたいんで、うん、うん、結構リアルに考えていこうと思ってます。妄想リアル収支しようと思ってます。うん、ちょっと言ってること半分くらい関係まあ、妄想しといて。はい。で、えー、もう、脱線しときてきたないでよかわからないですけど、西野デイジーを、 えー、ここは根深,く根深く紹介しましょう約2分かけましょうはい行きましょう2分2分で済むかなはいで、えー、この舞台ね、えー、ホープルステークス、えー、去年、えー、タイムフライヤー等々ジャンダルムが勝ったレースなんですけど、えー、も,うもうさっきもチょロっと言いましたっけど この舞台で、でねやっぱりどうしてもね、えー、2000メートル芝、中山の芝って,うって、えー、正面スタンドから始まるんで、で、こう見てみたら、ここで見てみたらわかると思うんですけど、えー、うちの芝ってやっぱり荒れてるんですよね。ってことでやっぱりスタート位置も、選、え、手、ー、の荒れ記念じゃないですけど、やっぱ中枠スタートが、あるいは外枠ですね。えー、バボの綺麗なとこかポジションは取りに行きやすいのは間違いないんですよ。うん、間違いない。 それは確かに言えてます。はい。ね。ね。この内側の芝を見といてくね。もう大体ちょっともう剥げてますもんね。はい。で、このコーナリングもね、すべてセントルマたちもね、やっぱり内を嫌って開けてるの分かりますはい、わかりました。これ。はい、はい、ね。 コーナリングで誰もうちらちぴったりつけない。これなかなかないシーンなんですけど、やっぱ中山とかね、開幕週がババ傷んできたらこうなってくるわけですよ。うん。で、4コーナー回った時はね、えー、外も皆さん回したいんですけど、やっぱ逃げてる馬って、どうしてもやっぱ打ち、距離の良さなく行こうと思って自然と打ち行っちゃうんですけど、やっぱりタイムフライヤー、ジャンデルムトートの位置見ると、やはりこのね、えー、割れてる打ちを避けて、はい、ババの真ん中から、特にタイムフライヤーとかを外回しても行けるっていうもう、えー、去年のーデムちゃんのまあ、判断もありました。やっぱりね、 うん、この時期の中山はこの勝ちパターンやっていうのが分かってます。3番手のステイフーリッシュですら外回してこの競馬ですと。で、上がりが使えるのと。えー、もう考え方超維持。かといって外枠が滑っていいってことじゃないんですけど、まあまあ大体枠順は恵まれてますと。じゃあなんでね、えー、今年はこのち枠一番を2勝で以上狙ったかと言いますと、こっから独断と偏見は結構入りますけど、紹介しましょう。はい。 えまず確かに今週でババいじってない、えー、思いっきりいじってないとなると、えー、ババが緩んでる、えー、特に選手の有馬記念でババが緩んでるって言ってましたね。ハービンジャーのババがやってる、めちゃも言ってました。うん。いうことで、まず西野誠イさん、ハービンジャー3区で、えー、もうババの緩いとこ走れんな、OK。うん、これわかりますね。んで、まあ、安上勝浦さんちょっと無視しまして、<laughs> ちょっとその屋根はちょっと不安なんして,てますけど。んで、 あとはこの内枠で揉まれた時の話、これ毎回二歳戦で打てますけど、やっぱりね、精神的に内枠で揉まれても強いまってのはやっぱり当然強いです。外回す競馬よりは明らかに内容を重視するとしたら、内で溜めて最後抜け出す競馬。これがやっぱりね、二歳戦には重要なことです。で、えー、札幌二彩ステークスでは、はい。 えー、基本ね、初回は、えー、初回っていうか、初回ってあれやな、えー、内目通って回ってたんですよね、3,、えー、3番の丸ですか、はい、えー、ちょっと恋の後ろからですけど、で、えー、札幌2歳の時はね、えー、最後、外回して豪快な競馬で差し切ったわけですけど、うん、正直ね、この競馬のスタイルは確かに今の中山には向くと思ってます。うん ただですね、これプラスやはり前走のこのトースポ2歳。うん、この競馬見てると、えー、外回してもよし、うちで溜めてもよしの競馬が一番見れたと思います。はい。前前走、えー、内うちの一番ですけど、はい。内ラジしっかり溜めて、馬群にちょっとひるみますけど、それでもね、はい。最後、勝負根性で抜け出す競馬ですね。うん。えー、終始運に溜めてます。で、まあ正直そこまで不利受けてなかったんで、うまいこと抜け出しただけっていうのはあるんで、展開恵まれた。バえー、枠、惑恵まれたってもあるんですけど、うん。 やっぱり打ち役でもね、正直ね、えー、抜け出せずにね、昼マとかいっぱいいますんで、はい最後しっかり抜け出して、で、えー、一瞬ね、まあ、えー、っと、えーっ,とえー、っと、バンドギャルとかに、えー、負けるかなと思ったんですけど、しっかり最後打ち伸びて、この勝負根性もハービンじゃらしいなっていう勝ち方でした。うん、えー、着差4着まで着差ありませんでしたけど、やっぱり最後勝つってとこがね、うん、やっぱり。 どうしてもね、えー、爪の甘いのは一生爪が甘いんで、やはりこう勝ち切るってとこがね、ここにそう、えー、すべて接戦に見ますけど、うん、このしぶとさ、えー、非常にプラスだと思ってます。逆に言うとその点でマイナス点としてやっぱサートルナリアか。 とか、ちょっとやっぱ、えぇ、ー、遊ぶ面があるま、物見する面があるまにとってやっぱりね、どうしても G1 でも物見しちゃうんかな。あるいはお母さんシーザリオなんでやっぱちょっと決闘的に気象が悪いんじゃないかなっていうのは見方を取れるんで。えぇ、ー、それを思うとね、やっぱり、えぇ、ー、精神面、えぇ、ー、G1 になっても安定するま、西のデイジーじゃないかなと思ってます。はい。で、まあ内ちでもまれんでヒルメール、ヒルマンといける競馬は、まあえぇ、ー、今まで説明ついたとして、で、ほんまに、ほんまにてか実際このホープールステークス でえー、この内枠で果たして勝てるのかと。うん、ばば、結局荒れてるんでしょうと,と思ってる皆様。はい、えー。先週考えてください。有馬記念ではい。内枠って、あの雨降った後でしたから、完全にうち死んでた分かりますよね。間違いなくうち死んでましたよね。分かりますかすみません。思い出してください。はい。もう見てください。有馬記念最後、うちね、やや馬やったんですけど、はい。皆さんうち 全員死にましたよね。うちで貯めて上がりつかったもっていませんよね。はい。かなり苦しかった。まあ、えぇ、ー、奇跡だけちょっと、えぇ、ー、ババの、まあ、ルーラシップ参加なんで、ババはこなせんな戦法なかったんですけど、はい。うちから伸びたの言われなかったんですね。もう滑って、この外から回してきたもたちで、うちが厳しかったですね。うちが惚れたの皆さん知ってました。はい。ってことで、えー、今までのアニマーキンドと違って、 今までありまきになったらね、まだ両馬場開催やったんで、ああ、そのうち手入れするのみんなやと思うんですけど、もう今週のホープに限ってはね、いくらね、えー、芝の手入れはしづらいですよ。ただ、今回のこんな傷んでる馬場に関して唯一できる作業っていうのが、砂巻きです。もうそれ。もうそれ。はい。 砂巻き巻きです。私が砂巻き巻き言うてね、よくサツキショーとか言ってますね。はい。あとは、オークス。えー、ダービーはあんまないんですけど、オークスですね。大体いいそこら辺私砂巻き巻きやでって言ってるんですけど。<laughs> はい。で、その砂巻き巻きで、えー、活躍できる馬ってのが、えー、まず、早い馬場に対応できる、かつ、かつですよ。えー、いくら砂に運気があるからといってね、 えー、バば痛んでることには変わりはないんですよ。っていうことで、一応、バばは緩いんですよね。で、バば緩い中、えー、砂巻かれた恩恵で早い時計出せるのがね、えー、まさしく、ハービンジャー3区です。 一番好きな舞台だと思ってます。えー、去年の私、オークスで、モズカッちゃん確か印打ったんですけど、内ち枠引いてね。はい。で、これね、うちの芝居傷んでたんですけど、確かこの前の週ぐらいだったかな、雨降ってて確か芝は結構傷んでたんですよね。で、この時もね、えー、もう分かってますかってことで、うちめっちゃそんなシャーシャー巻かれてますよー。ちょっとまあさつきでよくある境界なんですけど、うん。 はい。えー、早い時計出せます。ただ、ババが緩んでいるんで、合わないも合わないですってことで、その中で唯一あったのがモズカッチャンやったわけですよ。こんだけうち終始ついて、ソウルスターリングですらね、最後、ババ、外回してましたよ。うん。このうちで、まあ、えー、先頭戦に行けたフルレーズマジックですら対応できんかったんですけど、はい。えー、このうちついて、まあ最後、外行ってますけど、あんだけね、4コーナー、3コーナー、4コーナーで、うちの芝つ、ツナカ、ま借りとこついて、 はい。恩恵を受けてたのが、やはり、えモズカッチャン。で、えー、おまけで言いますと、4着に、4着やったかなインで、最後、岩田さんついてきました。この馬、ディアドラ有名でしたよね。この後、集荷芝居でしたけど、はい。この馬も、インついて、まあ、インつくの岩田さんのね、ファインプレーやったんですけど、インついて、この砂の恩恵で受けてた馬、結局、モズカッチャンとこの、えー、ディアドラなんですけど、ディアドラも、実は、ハービージャーサンクですよね。てことで、 やっぱりね砂巻かれた時の内でもまれないこの精神力立ち回りのうまさこれ忍者です馬場が緩い砂巻かれた内枠あっもう忍者はいもう以上。 はい、はい、簡単。はい、答え簡単。もうここだけ。以上です。もうこれは副賞ぶっちしようと思って。ただ、副賞何番人気ですかね。売れるんでしょうね。うわ、2番人気なってるんか。ただ、サートルナリアがね、副賞1.1,1.2ぐらいのやったら、西野デイジー最低副賞1.4、5つくかなんで、サートルとか、誰が飛んだら1.2倍とか来そうなんで、西野デイジーの副賞できます。えー、サートルナリアとの副アイドは買おうと思いません。これは副賞のか間違いない。 瞬間に4倍5倍ととかなったらうん。で頑張ってくださいうんはい。あと、アドマンジャストとブレッキング、ンあたりのワイドどうですかってことなんですけど、いや、そこまでも信頼性かけます。うん。もうここ、えー、皆さん、信じるか信じないかはあなた,あなた次第ですけど、私は二度でていきます。安情のやね、気にしてられへん。気にせえへん。そんな知らん。はい。うちで、まあ、あれですけどね、当日ね、 え、もう、ぶつけ本番、一日の開催だけなんで、もう砂が巻かれてるか巻かれてないか、もうそれだけの判断に任せます。おそらく多少は巻いてきてると思いますけど、うん。先週の雨上がりやからね、多分芝ごっついたんで分かってるんで、かといって GRA の方々がそれで無視するわけない。かといって今芝、冬開催なんで回復しづらい。となるともうやることは砂巻くことだけなんで。 頑張ってください。これは間違いなくいいと思ってます。で、やっぱり他のまだと違って、重症2証の経験もありますし、えー、まず小回りの4コーナーも経験しました。外まくる競馬あるいは内で溜める競馬どっちもできますので。えー、まあ、逆に言うと、案上屋根が不安と言いますけど、屋根が不安な彼認2してるわけですから。で、今回ね、彼に2番人気になったところで、マークシアンは間違いなくサートルナリアとアドマイアジャスさんですよ。絶対ここでデムちゃんの梅ちゃんが、ね、マークしちゃうわけです。絶対そうです。 絶対どっちかがどっちもポジションをつけるわけですよ。それは、えー、エスコート、あるいは人気的に、素質的にうまいんですよ、この二人が。うん。そうなるとやっぱ勝浦さん、結局人気だったところでやっぱり不利になるんですね。もう先月、先月というかもう先月か、もう前奏で証明してるんですから、もう8番人気なんですからね。今回2番人気になったところでマークする方いますか多分ほとんどいないでしょう。はい。ニードデイジーがね、マークされて抜けませんでしたっていうわけ多分ないですよ、今回、うん。また狙える。2番人気、人気で嫌うな。 狙える。絶対狙える。はい。えー、来なかったら知りません。そんな巻かれてなかったら知りません。ありがとうございました。はい。で、えー、復生活行きましょうか。えー、復生活ですけど、どうしようかな。えー、リアルタイムなんです。みません。何も行きませんけど、ごめんなさい。どうしましょうか。ベテルギウスとか何、何がの私、あんまり、情景線太いんですけど、どうせやったらオープンでしようかどうせやったらオープンでしようかこれあれかなありまけな、ありまけなっゃカーオープの後、お。風の子か ここで風の子かーっちゃうねんなー。これしかも別定界を57ってことは、56、57俺は別定かー。風の子かー。<laughs> 雨降らなあかんねんけど雨降らないんでしょうね。前走でも両方で小崎君でごちゃくんで5着着いてんけど、すげーなこいつと思ってんけど、やっぱり。あー、素しやっぱ発揮すんな。37秒0ってなかなか、なかなかない足やろ。すげーな。ありがとうございました。うん雨降ったら考えたけどやめとこかー。せっかくやし、やっぱこの舞台にしとくかの。 うん。し応こう。コパのチャーリーなんでこのな、なんでこべってんこんな背負うの ?58? マジで。えなんで <laughs> なんでオープン2回買ったからそれだけの理由 ?1 回しか買ってないけどな。あれそんなオープン2回買っただけああ、そういうこと。ああ、そうっぽいな。やばいな。すげえな。それはすごいな。賞金か。わからんけど、すごいな。これ。これはかなりのハンデや。うん、あれ。よしよか。またよしオ出てくるんか。うわ、よしよやな。これ。これよしこれはよしおちゃうか。これよしおちゃうか。 ここちょっとほんまに冗談のゲームもしないじゃん。よしおやろ、これ。あ、これよしおちゃう最後やもんね。よしおで行こう。人気ないやろ。よしおで行こう。はい、よしおで行きます。えー、理由あんまない。<laughs> あんまない。とりあえずよしおやから。うん、以上。これよしおやろ。やばい、久しぶりやな。俺よしお今まであんまこうとこ今まであんまない。何回走ってんこない。何回走ってんでもうすごいやろ。何回俺40回ぐらい走ってんじゃん。すげえ なんと総合531034何回走ってますかすげえな50回行ったんじゃん。4。なんと52回。すげえ。いやあ、これはやばいな。春うららみたいなこれ。すげえ。やっぱ。はい。えー、このままにしときます。 うわえー、多分阪神ってまともに走らんねんね。いつもね、知ってる。でね、このも確かにもともとね、なんか放牧、なんやったっけ、なんか夜逃げしたい夜逃げたりするか。なんかやってね、結構いろいろ問題児でありまして、えー、ただですね、もともと短い距離走ったんですけど、やっぱ年取るごとにずぶくなってくるってことで、スピード面対応できなくなるんで、最近距離炎上してきてね、ある程度成績残します。うん。で、えっ、ー、とね、最近またくすぶってたんですけどね、えー、ようやく、えー、中山の千八8で逃げて勝ちました。で、その後ね、えー、早速オープン行くんですけど、輸送 もうこんなところで、着です、はいでえー、地方の G3 は、えー、確実に着順を上げてきてますで、前前走の中山オープンも来てますで、前走のこのやっぱ重傷で負けた。うん これやっぱ評価ですね。はい。前走はやっぱり惨敗組からダートならなあかんっていうことでよしよ、えー、1800メートル以下で、2、3、1、8です。はい。右回り、えー、3、3、8 3、23。いいですね。はい。で、やっぱ花を奪った時だけ調子いいっていうことで、やっぱ巻いてなんぼなんで、この前頑張ってください。両馬場で OK です。えー、逆に不良馬場とかほんま走る気なかった気がするんで、うん。いや、山とか全然ダメですもんね。両馬場あの、今やったら大丈夫でしょう。う中山先生がやってます。阪神で全くですけど、阪神ね、えー、全くに見えてね。実はね、両馬で走る時が少ないですよ。前走も不良馬場でしょ。うん。 阪神18でまともな両母は多分見たことない気がする。この時の11着、十一着ぐらいでしょう。これだって基本スタートで6列とか、外6っとか走る気なかったとかでもね。それに考えると阪神の18で両母でまともに走ったことないんですよ。結局警察員不足を急坂が答える。んなことない。中山で走ってんねんって言うときましょう。はい。頑張ってください。はい。で、えー、安案が、えー、個人的に高評価です。えー、ダートの阪神、京都、京都の中、えー、浜中さんは私は好きです。買いましょう。うん。 結構浜中さんダートは連れてきます。ただトータル成績でダートがほんまにいいんかっていうとそうでもないですよ。そこまで良くない。うん。比較的いいぐらいで、そんなパッとしていいとは思えないですけど。だいたい京都の芝外回りと阪神,な、えー、阪神と、えー、京都のダート結構絡んできますんで、うん。結構めんどくさいぐらい絡んでくんで買っときましょう。うん。結構めんどくさい。うん。結構めんどくさいぞ、中身のところ。まあ、京都も京都もそうやけども、阪神結構めんどくさいほど来る。うん。知ってます。人気ない時に結構来るかもしれない。ほんまに。 結構落としで条件戦。うん。あれまた浜中さんえまたかお、誰やこの馬あの馬誰や乗ってんの浜中さんみたいな。あるある。ようある。ようある。頑張ってください。はい。で、最後に東京大商店行きましょうか。すいません。東京大商店私、えー、ほんま地方の重所えー、疎いんで、はい。えー、間に合ったら4時半ですね。16時半スタートなんで、まあ、間に合ったら、えー、リアルタイムで生放送でやります。はい。おー、図は出てこないんですよね、予想図ね。で、誰が人気なんですか、これ。うん、難しいな。うん、あー。あー、金夢か。そうか。 やっぱ金メカあるメちゃんか。これ一番人気なんやろうな。ゴールドドリームですか。知ってます。アポロケンタッキー、オーマーフィーさんか。はいはい。あとは、えー、クリス・ライト、リーズドロドックは、これ事後調査良めやるかこれ。なんかあるかこれ。なんかあるか難しいぞ。オメガパフューム人気てるんやろうね。うん。あと、ケイディブ・レイブか。噛んだめっちゃ今、めっちゃ今、ま、分かってゲップでそうやった。うーん、まあでも普通に考えてゴールドドリームが強いでしょうね。ゴールドリームやろうな。うん。 前回何したっけ全日本。あ、ワイぜ。あ思い出した。<laughs> <laughs> そや、ワイドったんやけど、そや、3連続1点でよかったんやって言ってた3等言っただけ三、ね、頭3等だったんやな。今回は3等でどっか、事故調査で。また本ちゃん変わるかもしれんけど。うん。間に合いなかったら、この事故調査があるからな。何やってんお前って言わせるやけど。えー、今んとこパッと見た感じ、3等、簡単じゃないですか。えー、ゴールドドリームと。えー、サウンドトゥルーと、ケイティブレイブ。ここですかオメガパフュームいりますオメガパフュームね、安上デモじゃんですけど、 あ、すみません。あんまり形状見したあかんかん。あんまり許してないな。えー、オメカパーフィームね、チャンピオンとカップよく頑張ったんですけど、あんまあ、強いんかな。これか。多いゃっか。やっぱこれか。こいつか。オメカパーフィームと、何やったっけ。でも、ただデムちゃん乗ってるんか。これデムちゃん乗せる意味あるんかな。ダートの地方デムちゃん、あんまり聞かへんねんけどな。サウンドトゥルーがないか。でもサウンドトゥルー2連続くらいバケン絡んでるしな。確かな。ケイティブレイブはいるんやろうね。ね。あ、まずすみません。また見せてもら っていうかあれかなそれかもう、チャンピオンズカップ参拝組みしようかそうしようか。で、JBC クラシック、KT ブレイブとオメガパフュームで決まったもんね。確か。ちゃうかったっけちゃうかったなんかそんなちゃうかったっけそうやね。逆にそっかな。2番5番から買おうか。うん。オメガパフュームって、あれ和田龍さんやったっけその前。あ、そうやね。知ってる知ってる。 ああ、2513で買うか。サウンドトゥルーがあれかな。ええー、ああ、アンジョーはちょっとね、地方の方ですよね。で、もう多分都市としたら、ただ、エイコーンとか来たら嫌やな。結局、サ歳馬かいイて言いそう。エイコーンって強い。<laughs> エイコーンどっから来たんああ、1 0 0が終わったんが、これ完全にエイコーンしてんのただ、アンジョーや、岩田さん、まあ、あうと3悪くないけどいやな。はい。三と決まりました。ええー、2位、えー、ケイティブレイブ、5オメガパフューム、そして13のゴールドドドリーム、ここでしょゴールドドリーム誰でしょ もう買ってるでしょだって2000メートル多い。うん、余裕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 してます。余裕です。で、前走回避やもんね。はい。まあ、もうこれ考えると、ここでしょうね。はい。えー、簡単。ここも1点割りしようか。1点割れへんから。<laughs> 2、5、13ね。はい。これです。えー、また本ちゃんでまた説明しましょうか。本ちゃんまたね。あ本ちゃんな。本ちゃんあかんで、ね、俺、また俺味噌汁焦がしたあかんと、ね、頑張れ俺。味噌汁、用意したあかんと、ね、俺。 はい、ワッチャポイトだから俺一人で。ワチャポイトだ。味噌汁の味噌の方が味を果たして。はい、また、もしやる、も、ま、しやる時間あったらやるんで、ずっとやるしかできないけどよろしくお願いします。はい。ということで、事後調査は以上で終わっておきます。また明日とりあえずホープルステークスの本チャンでお会いしましょうか。明日やね。明日は本チャンやね。はい。本チャンでお会いしましょう。以上で終わりましょう。ご清聴ありがとうございました。